サルトサーキット、シルキュイドラサルト、フッツ、サルトサーキットは、フランスのサルト県ルマン市郊外にあるサーキット。正式名称は、ルマン24時間サーキット。毎年6月に、世界三大レースの一つである、ルマン24時間レース、昨年7月にヒストリックカーレースのルマンクラシックが、開催されている。コースは、ルマン市街地から南に下ったところにあり、 3の区間は普段は地方道として使われている一般公道を閉鎖して走行する。ピット施設と周辺の常設区間は二輪レースを行うブガッティサーキットと共用する。一周の距離は 13.629km あり、ニュルブルクリンク24時間レースが開催されるニュルブルクリンク北コス全長 20.832km と並んで、王子のロングコースの伝統を残している。 当初は極めて緩やかな高速コーナーと超ロングストレートを2つ含む単純なレイアウトであったが高速化するレースカーに対する安全性の向上や死亡事故への対策としてコーナーの追加や道幅の拡張などが行われてきたそれでも高速コースという特性は変わらずプロトタイプカー LMP1 クラスの平均速度は時速2 4 0トルに達しこれは モンツァサーキットで行われる、会一イタリアグランプリに匹敵する。ルマン仕様のマシンは、ドラッグ削減をテーマとし、ロングテールなどの特殊なエアルキットを使用する場合も、ある。ただし、ポルシェカーブのような高速セクションを攻略するためには、ある程度のダウンホースも、必要となる。行動区間は、再舗装により、路面が、滑らかになったが、道幅は、 通常の二車線道路であり、ランオフエリアも常設区間に比べると狭い。公道でも時速 300km を超えるスピードが出る上に、レース中はプロトタイプカーと GT カーが混走するため、速度差の大きい車同士が接触して、クラッシュにつながる危険性をはらんでいる。コースが広大なため、セーフティカーが3カ所に待機し、レース中の事故による 原則走行時には同時にコースインする。コース各所に50のマーシャルポストがあり、1700名のマーシャルが参考体制で勤務する。かつては南端のミュルサンヌコーナーにサインボードエリアがあり、北側のピットと電話連絡を取りながら走行車両に指示を送っていた。ピット周辺は晴れているのにもかかわらず、ミュルサンヌコーナーでは大雨が降っているということがあり、 サーキット全域をカバーする気象観測レーダーを利用するチームもある。日中と夜間では気温の差が大きく、日没と早朝の時間帯には日差しの眩しさに幻惑される。24時間レースの期間中は20万人を超える観客が長時間滞在するため、グッズショップや飲食店の他に移動遊園地や映画館、コンサートステージなど様々なアトラクションが設営される。 ホームストレートから、緩やかなダンロップカーブ、カーブダンロップを駆け上ると、丘の上に左、右のダンロップシケイン、シケインダンロップがある。シケイン出口の歩道橋、ダンロップブリッジをくぐると下り坂になり、ブガッティサーキットのシャペルヘアビン、バージで LA シャペルから、サルトサーキット専用の常設区間に分切る。この一帯は、コースサイドに広いグラベルベッドが用意されている。 高速 S 字の森の S、S スで LA ホレを抜けると、複合右コーナーのテルトルルージュ、バージディーユー、テトラルージュ。赤い丘という意味で、ここを整備した際に地面が赤かったことから命名された。後に長いストレートが控えているため、脱出速度が重要視される。このコーナーの出口で一般道に交流する。ルマン名物のロングストレートは、ユノディエル。 レハネディアーズもしくはミルサンヌストレートと呼ばれる。普段はルマンとトゥールを結ぶ地方道338号線が安全面から 2km 以上の直線を持つサーキットは公認しないとルール化したため1990年には途中に2カ所の試験を設けストレートを3分割した。現行レイアウトでは第1試験手前で最高速を記録する。 試験員はそれぞれ看板スポンサー名で呼ばれており、第1試験員、右、左、右は、日産、プレイステーション、ホーザーモーターズボート。第2試験員、左、右、左は、ミシュランである。二つの試験員は、レース期間以外は閉鎖されている。逆に、N138 の途中に2カ所あるロータリー、はレース期間中閉鎖される。ユノディエルの南端には、 右直角コーナーのミュルサンヌコーナー、バージでマルセンが待ち構える。普段はロータリー交差点になっており、レースコースはロータリー手前で右へ分岐し、コーナーを抜けると一般道へ再交流する。普段は閉鎖されている。ブレーキングゾーン手前に視界を遮る路面の隆起があり、分岐路を右へ入りつつ、トップスピードから急減速するためブレーキングが難しい。 ミュルサンヌから先は地方道140号線に入り、林の中を西に向けて全開走行する。緩く、右に曲がる箇所は路肩にレース用円積が常設されている。その先には2連続直角コーナーがある。1つ目のインディアナポリスコーナー、バージ D インディアナポリスは手前の右コーナーからブレーキを残しつつ、小回りに左へターンする。 イン側へ、カントがついている上に、舗装前は、レンガ時期だったため、インディアナポリスモータースピードウェイにちなんで命名された。続く、右のアルナージュコーナー、バージ D ハーノイジはコース中最も低速で抜ける。ここは、路面がスリッピーでミスを犯しやすい。その先は、地方道139号線を北上する。ポルシェカーブ、バージポーシュの手前から、一般道を離れ、 サルトサーキット専用の常設区間に戻る。ポルシェカーブの先は、ポント、バージ DU、ポーン、コルベット、バージコルベット、カーティング、バージ DU、カーティング、メゾンブランシュ、シケインメゾンブランシュと左右に高速スラロームが続く。常設区間ながら、ランオフエリアが狭く、両側にコンクリートウォールが迫っている。最終セクションは連続を左、右、 左、右と切り返すフォードシケイン、員、ケインフォードで、フォード S、S フォードあるいは接続コーナー、バージデ u ラコードモントとも呼ばれ、二つ目のシケイ員で、ブガッティサーキットの最終コーナーと合流し、ホームストレートへと立ち上がっていく。コントロールラインは、最終コーナー寄りにある。なお、ピットロード入り口は、シケイ員手前から分岐する。サルトサーキットは当初は、 耐久レース用ではなく、フォーミュラレースのフランスグランプリを開催するため、フランス西部自動車クラブが開設したものである。1906年にルマンで第1回アッコフグランプリを開催した時には、ルマンと参加でラフェルテ・ベルナールを結んだ1周 103.18km の三角形の行動コースを使用した。 1921年には一周 17.262km の別のコースでフランス GP を開催し、このコースで1923年より24時間レースを行うようになった、1929年にもフランス GP を模様している。1921年のコースはピット前からルマン市中心部へ北上し、ポンリューヘアピンからユノディエールへ折り返すレイアウトだったが、 1932年より北側部分をショートカットし、今日のレイアウトの原型となった。第二次世界大戦中はドイツ占領下で滑走路として使用され、連合軍の爆撃によって破壊された。戦後コースや施設が修復され、1949年より24時間レースが再開された。1955年には、 ホームストレートで前で接触したマシーンがグランドスタンドへ飛び込み観客80以上が死傷する大惨事が発生。1955年ノルマン24時間レースを参照。以後、コーナーの曲率を変更したり、直線区間にコーナーや試験員を追加するなどして走行スピードの減速が図られた。1 9九十年にはユノディエールに二箇所の試験員を設置したほか、ピットビルや ピットロード、パドックの近代化工事が行われた。その後もコース前半の常設区間、ダンロップカーブ、テルトルルージュの改修が続けられたが、南側の行動区間、ミュルサンヌアルナージュはほぼ変わらぬ形を保っている。コース前長の変遷、2007年以降の現行レイアウトにおける、ラップタイム記録、ルマン旧市街区のサンイコールジュリアン・デューマン大聖堂の傍らにある、 ジャコバン広場では24時間レースウィークの幕開けを告げるイベントとして、プサージと呼ばれる公開車検が行われ、出場マシンやドライバーに間近に接することができる。サーキットのメインゲートはルマン市中心部のルマン駅から車で 6km、約15分ほどの距離にある。交通手段としては2007年に開通したトラムに乗り、アンテリス生まれな駅から、 サーキット東ゲートにアクセスする方法が便利である。サーキット各方面の観客席へは、シャトルバスが運行されている。サーキットの西隣には、ルマン・アルナージュ空港があり、レース期間中は、自家用機で観戦に訪れる利用者で賑わう。ちなみに、ユノディエールの内側にあった、競馬場は、1908年8月8日に、ライト兄弟の兄ウィルバーが、 ヨーロッパでの初飛行を行った場所として知られ、その功績を記す石碑が残されている。メインゲート横には自動車博物館が併設されており、歴代の24時間レース優勝者も展示されている。2011年にはテルトルルージュ内側の土地に MMA アレナが完成し、地元のサッカークラブルマン FC のホームスタジアムとして利用されている。他にも、 カーティングカーブの脇にはアランプロストの名を冠したカートコースがあり、ミュルサンヌコーナーの内側にはゴルフコースがある。グランツーリスモ4、PS2 とグランツーリスモ5、PS3 にはサートサーキット E、グランツーリスモ、PSP にはサートサーキットオールド、グランツーリスモ6、PS3 には2013年のサルトサーキットレイアウトを再現したバージョン。 グランツーリスモスポーツ PS4 には発売当初は収録されてなかったが2018年5月のアップデートで最新レイアウトで復活したフォーザモーターズボート3 x b o x 3 6 0フォーザモーターズボート4とフォーザモーターズボート5にはオールドマルサンサーキットとして試験のない9コースも収録されているフォーザモーターズボート3 Xbox 360フォーザモーターズボート4フォーザモーターズボート5にはブガッティサーキットも収録楽しくご覧になりましたら購読と良いですクリックしてください